本日開幕しましたボートレース宮島第10回の日本トーターショーパルボート宮島開設2周年記念。初日の攻防はカーブは最終12レース、本日メインのモンタドリームを迎えております。対戦メンバーは1号艇中辻隆人、2号艇住谷健吾、3号艇甲賀満、4号艇飯山康、5号艇新田康明、6号艇黒井達也。以上6選手の対戦です。枠なりで待機行動、ゆっくりとホーム側インコースに構えます。人気の中心は1号艇中辻隆人、前半ガードは自力のまくり差しで白星発進。2コース2号艇住谷健吾、こちらは前半イン逃げの白星スタート。3コースが3号艇です。前半は道中追い上げてのさばいて逆転3着甲賀満、角市4コース4号艇飯山康も前半は追い上げての逆転3着船券絡み。5コースが5号艇新田康明、前半は突破争いをさばきました。そして再アウトで6号艇が黒井達也。3対3に分かれた枠なり第12レースモンタドリーム、進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インからは1号艇ダッシュで4号艇5号艇6号艇渡り好スタート。一周1マーク出てく、4号艇がまくる、1号艇が抵抗する、両者競り合う、内を2号艇5号艇3号艇6号艇殺到。バックは抜けますが先頭は元下、陰線1号艇の中辻隆人、2番手争い第10戦、内から5号艇2号艇4号艇並んですぐ内、左内から6号艇黒井もやってくる。スタートは正常、一周2マークを独占か、1号艇中辻、2番手6号艇が押っつける、そこを進んで5号艇握って2号艇、ムービーがついては4号艇でホーム側に戻って、先頭はリードを広げて5艇身1号艇中辻、2番手に上がったのが5号艇新田、3番手争いは2号艇4号艇の接戦に6号艇も絡んできそうで2周目の1マーク。さあ2番手外前5号艇新田の後ろ、4号艇が押っつけて合わせるように回っていった飯山を、さあ仕返して最初に2号艇杉谷、バック側に入って3番手からは3艇身2号艇の杉谷が抜け出して上位体系1番5番2番、その後ろに4号艇6号艇3号艇が続いて2周の2マーク。トップは人気の1号艇中辻、2番手5号艇地元の新田、その後ろ2号艇杉谷、若干前詰まり気味ではありますが小回りしてきた4号艇飯山をかわして3番手をキープ、上位体系1番5番2番でレースは最終周回に入っています。先頭は中へこみではありましたがしっかりと手前受け止めて押し切りました。今日連勝へ向かっていく1号艇中辻隆人、2番手は5号艇新田康明、新田は今日1着2着の2連対、3番手が2号艇住谷健吾、上位体系は1番5番2番です。1番5番2番、この組み合わせですと3連単 49.3 倍、1番5番2連単で 23.3 倍を示しております。ラストターンマークをトップで1号艇中辻隆人、2番手5号艇新田康明、3番手は2号艇住谷健吾で上位体系1番5番2番、第12レース先頭1番ゴールイン、5番2番ゴールイン、4番ゴールイン、6番ラスト3番がゴールイン。